こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、6月でですね、なんか今日なんか私の住んでいる関西地方でもですね、梅雨入りということでですね、ちょっと鬱陶しい梅雨が、まあ、これから1ヶ月余り続くんでしょうけども、まあ、といっても梅雨は明けてですね、夏休みに入りね、まあお子さん連れてアウトドアということで、もう本当外に行く機会が増えるんですね。で、まあそんな中で、まあアウトドアでちょっと使おうっていうのがこの手ぬぐいを私ども今ちょっと提案したいと思うんですが、これが手ぬぐいです。これは私どもで今販売している手ぬぐいですけども、本染めで作られています。裏表で、よくキャンプなんかでもですね、こう頭にバンダナの代わりに巻いてみたりとか、ちょっと首がということでこういったものを巻いてみたりとかね、タオル代わりにですね巻いてみたり、まあ、涼しいんですよね、これ巻くと涼しいということで、まあ、山の中、山、キャンプなんかにはもう持ってこいの靴ですね。なんかこう怪我したりするとこう咲いてですね、包帯代わりに使ってみたりとか、まあ、いろんな使い方ができるのがこの手ぬぐいの特徴なんですね。でキャンプだけではなく、まあ、手洗った後にバーベキューなんかって手が汚れましたって言ったら、この手ぬぐいっていうのでハンカチ代わりに拭くこともできる。で首に巻いておくとすぐに乾燥してまた使えると。で濡れたね、手ぬぐいを首に巻くだけで気化熱で涼しいっていうこともあります。でですからそういったことを、その気化熱を利用するっていうか、そのかさばらなくって持っていけるっていうのを利用してか、山登りのグッズとしても手ぬぐいっていうのは非常に喜ばれますね。よく登山のメーカーさんなんかでもこういった手ぬぐいを作られているところがある、こういった事実がありますね。まあ、実際山登りなんかされる方、タオルに比べて手ぬぐいは薄いですから、リュックの中に入れていくのにはもってこいだと。もうタオルでしたらね、どうしてもこうかさばるということで、手ぬぐいを入れておく。で手ぬぐいで、まあ、温泉なんか入ってもタオル代わりに使えるということで、非常に重宝するんやということをよく言われます。その通りなんですね。手ぬぐいっていうのは、小さくコンパクトにまとまって、タオルのように扱うことができる、使うことができる。まあ、でもタオルのようにその水分をたくさん、バスタオルみたいにこう体を拭いて、一回で拭いてっていうわけではいかないですね。何回か拭いては絞りにしてないかんですけども、ただやっぱり江戸時代の方なんていうのは、もう皆さんね、江戸時代から明治にかけてはタオルの代わり、手ぬぐいでしたからね。まあ、昭和に入って初めてタオルというのが入ってきましたけども、それまではみんな日本人手ぬぐいを使ってたっていうのがまあ当たり前でしたから、そういったことでは手ぬぐいは使いやすいですね。ですから、まあそういったアウトドアにね、これから夏に向けてアウトドアにぜひね、この手ぬぐい使ってみてください。よろしくお願いいたします。